33万種を超えましたマルティネスの目、そしてトレードで移籍の野村、移籍後初安打を幻です。ご覧ください。7月の9日、西武と日本ハムの試合、日本ハム1点リードの5回裏でした。トレードでソフトバンクから移籍してきた野村、センターに、このヒット、これで、野村選手移籍後初ヒットかと思われたんですけれども、この後ですね、なんとアピールプレーが起きて、この段階ではヒット確信している感じなんですけれども、これ日本ハムの選手が一塁の審判にアピール、実はこれ一塁のベースを踏んでいなかった、これ踏んでなかったかというふうなことで、これヒット取り消しということになったんですけれども、これでも審判もよく見てましたね。絶妙ですよねこれ。そこまで踏んでそうな気もしますけどね、なんとなく。かすってるかどうかっていうところなんですけれども、審判もそうですけれども、一塁のアリエル・マルティネス選手、しっかり見てましたね。やっぱファインプレーってことになるんですかね。それちゃんと癖づけてるんでしょうね、きっちりね。そうですよね。でもこれ西武にとっては移籍後初ヒットで、こう勢い出るかと思われたところだったので、ちょっと残念だったんですけれども、翌日ね、野村選手打ち直します。7月10日の試合、同じカードでした。ランナー一塁二塁からセンター前に弾き返しました。正真正銘の、そうですね、これ、センター前のヒットなんですけど、ちょっと野村選手のこの走塁見ていただきたいと思うんですけれども、一塁を回って、そしてめちゃくちゃ踏んでます。しっかり踏んでますね気持ち入ってますね。そうですね、これで初ヒットだと、思いっきり踏んだっていう風な、ところですけれども、結構どうですか。僕はベース踏まなかった野村選手を褒めてあげたいですね人の記憶に残ることがどれだけ大変で素晴らしいことが確かに、これ人の記憶に残ったんで、この後活躍して一流選手になったら永遠にこれをネタにできますからね美味しいですよそこから頑張れましたって言いますから。西武の野村選手としての初ヒット、実はこうだったんですよ。そうこれは永遠に語れますよ、この方は。なるほど、これはね、本当に野村選手にとっての西武人生の始まりですから、今シーズンの野村選手期待したいなというふうに思うんですけれども、確かにね、こうやってランキング1位になってる。そうなんですよ、それは素晴らしいことですよ、記憶に残るっていうのは。ということで、幻の初ヒットということで、ランクインしました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。